全国大会はよさこいの共演を通して交流を深めようと毎年開かれていて、今年で26回目です。今日は午後1時過ぎから大手筋や高知城などの4つの会場で、県外のチームと本番の受賞チーム合わせて68チームが弾ける笑顔で演舞を披露しています。もう感動してます。元気もらってます。いっぱい思ってるところ。頑張っている姿を見るのですごくパワーをもらって楽しいです。高知に帰ってきて踊ったらもう暑いとか疲れてるとか忘れちゃうぐらい楽しいです。この手拍子とかね、もう鳴子持ってる方が一緒に鳴らしてくれたりとか、その温かい気持ちが本当に嬉しかったです。全国大会はこの後中央公園で始まる高野祭とともに午後10時まで行われ、高知の真夏の祭典が幕を閉じます。